皆さんこんにちは、フラワーティスシンです。今日はこちらのコチョウランを入れたアレンジメントを皆様に紹介したいと思います。コチョウランというとなんかこう大きくて豪華なイメージがあると思うんですけれども、今ねこういうミディと呼ばれる小さめのコチョウランが流行ってるんです。特にアレンジメントではこちらのコチョウランの方が使いやすくて、まあ色もいっぱいあって素敵で魅力的なアレンジメントができるのでとっても良いです。今日はねこのコチョウラン、小さめのコチョウランの魅力を皆様にお伝えできたらなと思います。では早速コチョウランの魅力に皆様をナビゲート、行ってみよう。はい、今日はねこちらのこの器を使ってアレンジをしていきたいと思います。まず最初にこちらのこの手まり草をアレンジに入れていきます。まあ、コチョウランとか割とこの下地がね重要なんですよ。なんかこう可愛く仕上げたいじゃないですか。なのでこういう丸いアイテムはものすごく重宝します。なんかこうこんもりと可愛く刺してあげましょうね。このように手まり草が入りました。はい、次にこのハーブゼラニウムをアレンジに入れていきます。まあ、これもファンデーションワークの一環ですけれども、さっきの手まり草とは葉っぱの形が全然違いますね。なのでこれでメリハリをつけていきます。でこう葉っぱだけでまとめていくところと、こう茎を出していくところを分けていきますね。はい、次にこのトルコキキョウのピンクを入れていきます。そしたら次にこのパレノをね入れていきましょう。エメラルドウェーブをね少し入れます。そしたらここでガーベラのねちょっと可愛い小ぶりなピンクを入れていきます。ガーベラは必ずワイヤーをインソーションして入れましょう。はい、では最後にこのリモニウムを少し入れていきます。ちょっと可愛さをさらにつけるためにこのリューカデンドロを入れていきます。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。すごいこう可愛いですよね。あのコチョウランのイメージってすごく豪華なイメージが強いんですけれども、このコチョウランはものすごく可愛いコチョウランなので、こういう可愛いガーベラとかと合わせて可愛いを強く表現してみました。いかがでしょうか。とっても可愛く仕上がったと思います。ではまた次回、可愛いアレンジか豪華なアレンジか、はたまた花束か分かりませんが、お会いしましょう。 See you next time.